こんにちは。第73世竹内チャンスクレーン、竹内睦弘です。今日は第43代天皇、元明天皇について語ります。元明天皇、ピーンと来ない人もいるかもしれませんが、女帝です。まず、女子。女帝です。で、この方は実は草壁の巫女の奥さんだったんです。そして、文武天皇のお母さんなんです。つまり、周りにね、草壁の巫女がいて、旦那は草壁、息子は文武なんですが、耐えてしまったんで、中継ぎの女帝です。つまり、意外と奈良時代の女帝は中継ぎが多いんです。その時、あることが起きました。武蔵の国から銅が取れたという、ということで、和道開珎が作られます。日本初の銭と言われています。これが最新の研究でだんだん変わってきまして、いや、その前にも銭があったはずだっていうんで、富の元は銭なりの不本銭というのができました。不本銭ができた。ここまではもう分かってます。その前に、今度は、いや、もう、もっと前あるだろうと。歴史資料ではちゃんと、これ以降は銅銭使わないやと。銀銭使わない。銅銭使えっていうことは、という法律ができたんで、銅銭使わない。銀銭使わないって言ったんだから、じゃあ銀銭あったんじゃん。ということで、実は銀銭見つかってます。門がなかったんで、無門銀銭と言われてます。これ、天智天皇が作った銀銭と思われます。ということで、どんどん変わっていくんですよ、歴史って。みんな。どんどん変わっていくんですよ、歴史って。どんどん変わってきます。私の先祖の竹内のスクリーンも、ちゃんと一円札になっております。でも、やっぱり聖徳太子の一万円札が有名です。でも今、一万円札で福沢諭吉でしたっけ？いろいろ変わってきますよね。まあ、僕がお察しになることはないと思います。そんなことがあったらみんな踏みつけるかもしれませんから。ならないようにしたいです。ならないようにしたいと思っております。で、うちの先祖は一応お察しになってるんですよ。一円札になってます。竹の内の机ですから。で、右大臣が、ジャンフィットというと最高権力体ですけど、意外なことにこの人ライバルいたんですよ。修験道の階層。縁の大津ぬ。縁の行者ですね。こいつ、カモ氏です。カモ、ヤタガラスの子孫。直系子孫。カモ一族の直系子孫。縁の大津ぬが、フヒトと戦い、フヒトに、流罪に遭うんだけど、なぜか空中に飛んで、普通に日本に帰って、カツラギ山でのんびりと暮らすっていうね、奈良のカツラギ山でのんびり暮らすっていう。感じのことやってます。ないもんなんでしょうね。まあ、カモ一族はバックについてますので、当然それぐらいのことはできたでしょう。710年、平城京に遷都しました、元明天皇の時。なんと、綺麗な平城京という言葉があります。なんと、綺麗な平城京。これ実は覚え方で、なんと平城京以外に、なんと、坊さんなく平城京とも言われてます。実は平城京は最初、寺を移転するのを禁止したんです。まあ、その後は移転しましたが、一旦、寺が来るのを禁止したんですが、興福寺が入ってきて、興福寺が平城京に入ってきてしまったんで、結局はもうなし崩しですよね。実は、平安京の時はもう絶対ダメだって言っても、やっぱり京都お寺だらけになりますよね。お寺強いんですよ。勢力を持っていくのが。で、710年の平城京戦となると、今度は711年、次の年なんですが、畜戦除異令が出ます。お金を貯めたやつには位をあげるっていうことで、要するに、どうなんでしょうか。物々交換っていうのは交易なんですよね。で、お金でやるのが経済。まあ、貿易でもあります。対外的には。国内でもまあ、貿易。そして経済と言えるんですが、このお金をちゃんと蓄えたらっていうんで、新しい手法を使ったんですが、
よくお金の使い方が分からなかったんですが、しかし叙伊令を作ったことによってお金を高えて人にはこれを与えるって言ったんですけど、大事件が起きたんです。富山県ですね、現在の富山県の越中の国で大豪族がいたんですが、この人は位なんか持ってなかったんですが、東大寺に寄進したんです、お金を。で、そのお金を寄進した額が15位という位を生まれる位になったんです。天上人なんです。で、富山県知事にあたる、越中の神は16位なんです。その百姓はいきなり15位になったんです。天上人ですから。富山県知事はその百姓に会ったとき、馬から降りて土下座しないとダメなんですよ。最悪のパターンです。大失敗。ということで、ちょうど西暦で言うと800年にジャストにもアウト。百姓に県知事が馬から降りて土下座するっていう状況になったんで、もうダメです。で、この時のポイントは、実は政権担当者は当然右大臣、藤原人です。あ、右大臣が当然っていう言い方、ちょっと変ですよね。実は本当に一番偉いのは左大臣が内閣総理大臣のはずなんですが、藤原人はですね、左大臣にならなかったんです。なんでかというと、自分が左大臣になったら、別の一族から、どっかから右大臣が登場するんで、自分が右大臣のままだったら、当時は内大臣なかったから、自分が右大臣のままだったら、自分が左大臣になったら、どっかの一族が左大臣、右大臣になっちゃうんです。だから、右大臣の前に留まったんです、わざと。つまり出世しないのが権力を握り続けることです。大臣は藤原氏だけにしたかったんです。だから、自分は右大臣に留まったんです。自分が左大臣になったら別の一族から、大臣が出るからね。大臣、大臣の力。それぐらいの力があるんですよ。ということで、やらなかったんです。で、この人がやったのは、古事記と日本書紀と不動記を作ったことです。実は、古事記、不動記、日本書紀は、監修者は全部藤原人です。だって、この人の名前、不人ってかっこよく書いてるけど、本名は、歴史の史って書いて、不人なんですよ。この人は、歴史をまとめるということで、過去を握り、そして、法律も作り、現在を作り、そして未来を握る。藤原氏の映画を作ったでしょうね。なかなか頭が良い男です。立派だなと思います。そして、この元明天皇はあまり有名ではないんですが、実はこの時多くのことができたわけですね。貨幣制度、平城京、筑前叙伊令、古事記。不動記、日本書紀とできてます。歴史もある程度まとまっていったということが、この天皇の時の御代であることです。それではまた皆さん。